やべえな。いつ噴火してもおかしくねえ雰囲気だぜ。でもカルセドニーたちを置いて逃げるわけにはいかないわ。たとえ爆発から逃げられても、飛行相馬をエボルブさせられなければ全ては終わりですから。今はカルたちを信じて待つしかないよ。今のはでけえぞ。セドニーだ。心配させやがって。遅くなってすまない。パイロクスとペリドットは？その話は後だ。今は奴を倒すのが先。来るぞ。手加減はしないよ。よっしゃ。だてに長く生きちゃいないんでね。